次の者、前へ。お願いがございます、ティオハリム様。何者だ、そこで止まれ。ミキューダ、あのミキューダなのか。この兵、その者どもを近づけるな。スルド閣下のお命を狙う大逆人である。殺せ。待て。なりませんか、閣下、危険です。彼に傷つけられる私ではない。それに彼もそんなことはすまい。そうだろう。はい、ティオハリム様。君に関してはおかしな噂も聞いているが、それは奥としよう。意外な友人ができたようだな。あんたに見せたいものがあるそうだ。俺たちはそのための梅雨払いだ。見せたいもの。閣下、耳を貸す必要などございません。この者たちは私めが。口を挟むな、ケルザレク。私は彼らと話している。それで、見せたいものとは。この奥です。ティオハリム様はこの採石場の一番奥をご覧になったことは。そう言われると記憶にない。確か君たち向けの医療施設ではなかったか。ご覧いただきたいのはそれです。その上で私の処遇をお決めください。いいだろう。キサラ、君は彼の妹だったな。ちょうどいい。君に護衛を頼むとしよう。この先は危険が待ち構えているかもしれない。みんな油断しないでもらいたい。危険？何を言ってるの兄さん。この先はただの作業場の一つ。そうだ。だが今は私を信じてほしい。医療施設がある場所が危険ねえ。匂うな。だそうだ。キサラ、彼らと協力するといい。わかりました。腕は知っている。そうしてもらえるなら心強い。お前が私の力を評価しているとは思わなかったぞ。あんたの相手は苦労させられたからな。嘘は言わない。あんたの自慢はあのでかい盾らしいな。そうだ。まず敵の攻撃を受け止めるのが我々近衛兵の流儀だ。そしてその勢いをそのまま相手に返す一撃を放つんだ。なんでわざわざ受け止めてからなんだ。最初から避けて攻撃すりゃいいじゃねえか。それは背後に守るべきものがいるかどうかの違いだな。あの盾は私たち近衛兵の信念の証だ。敵の一撃を受け止めるたびに闘志が湧き上がる。ローとは逆で打たれ強いってことだね。ほっとけ。かつてここはメナンシアの地獄の中心だった。自らが掘った穴がそのまま墓穴に。切り出した石が墓石になることも珍しくなかった。大人たちはここを怪物の口に例えていた。
覚えているわ。でもそれももう昔のことよ。そうだ、岩に染みついた血の跡、よどんだ空気の刺繍、それらはことごとく過去のものとなって久し、吸えた汗と岩くずの匂いこそ変わらないが、今のメナンシアのダナ人には笑顔がある。すべてあなたがもたらしてくださったのです、ディオハリム様。なぜ今さらそんな話をするの、兄さん。私たちが手にしているものの価値について話しておきたかった。どれだけ閣下に感謝しているかもだ。だからなぜ。いずれわかるよ。今はこの会話があったことだけを覚えておいてくれればいい。